どこ左入ろうかな。京王線降りてから出ないと無理かな。杉並区じゃないですよね、これは。何区だろう。あ、ここ行こうか。ここ割と広めだな。あ、ここもすごい綺麗な、綺麗なクリーニング屋、コインランドリー、クリーニング屋さんじゃない。こういうとこ本当多いですよね。笹塚か。橋？川か。あ、緑道か。玉川上水緑道の一部。緑道ね。そうね、笹塚の駅前は何度か行ったことがあるんで、駅前じゃない方がいいですよね。ちょっと戻ってみますか。だいぶ駅から離れたかな。なんか正月の飾り付けがなんだろうね。上海会館ね。お姉さんの時だけそうやって抱っこする。ここも綺麗な、コインランドリーですね。こうみんなあれらしいですよね。洗濯は家でして乾かすのはこういうところでやると。確かに家庭用の乾燥機って小さいから大きいもん乾燥できないですもんね。乾燥かけれないから、こういうところに持ってきた方がね、便利は便利ですよね、やっぱり。うちにも欲しいよな。前回も言ったけど、綺麗なコインランドリーが。みんな古いんだもんな、何軒かあるけど。観音通り、これ駅の南側ですね。いやー、寒いな。しかし曇ってきたら寒いですね。どんな感じ。そうそう、そうですね。これずっと抜けたんですよね、前来た時は。今日はどっか左に回りますよ。あ、左じゃない、右だ。今回はね、どっか右曲がりたいと思います。どこも店閉まってますね。もう時間11時ぐらいなんですけれども、ほとんど湿ってますよね。何なんだろう。半分ぐらい湿ってますね。これじゃどこ曲がろうかな。どこ曲がりますよ。どっか右曲がれるか。あれも曲がりたいんですけど、なかなか。ここどうだろう。さっきもちょっと見てみましょう。この先見てみて、今のとこからこの先、マイバスケットのこの先の路地入るか。入れます。怪しいな。さっきの時も分かりましたかね。駅前行ってもつまんないんで、なんか坂坂観音だから観音通りですね。これ坂坂観音なんだ。じゃあここを曲がって入っていきましょう。地図があるぞ。そうだね、幡ヶ谷駅に続いている緑道だよね、これがずっとね。代々木大山公園。なるほどね。どっか右曲がって、もう少し南の方へ行かなきゃな。西原小学校。右行ってみようかな。当たってきましたね。いい感じで。いやー、暖かいな、やっぱり。ちっちゃいレンタサイクルがループでなんだこの頃増えましたよね。商店街ですね。まあ駅前の方から徐々に店やってますね。飲食店もね。やる気の問題なんだね、やっぱり。駅に近いと人がいるからね、いつもね人通りあるからね開けなきゃと思うんでしょうけど。駅から離れるとね、人通りも減ってくるんで、まあいいかになっちゃうんでしょうね。それじゃいけないですからね、商売してるのね。でもまあ、おそらくそんな感じなんでしょうね。なんかそれでいいですね。これいいですね。お店販売しておりましたから、お店なんだ。とことかきつね。面白いな。これは巻き胴ですね。これを右行けばいいのか。大名人とか書いてあるけど、初代出世なり。初代出世稲荷。なるほどね。出世したいから拝んどこうかな。お稲荷さんだから狐ですよね。お稲荷さんはね。よし行きましょう。こっちもう今年からはね、神社ってのは端からお参りしていくことにしました。前は去年まではね。何軒あっても最初の1軒だけっていうふうに決めてたんですけれども、どうも縁があるみたいで、やたらと年末から神社に遭遇するんでね、もうここになったら端から拝んでいってやろうと思いましてね、なんかご利益あるか分かりませんし。階段あり、この先階段あり。すごいとこ出ましたね。こんなになってんだ。ずいぶん下るな。これ坂こうやって下ると階段とどっちが楽なんだろう。中途半端であれだな、変わんねえか。こっちが駅に行く方ですね。商店街ね。なんだろう、上原駅前商店街でいいのか。上原駅前商店街、この辺もね何度か来てますね。駅に近い方はもうお店やってますよね、やっぱり。この辺は駅から離れれば離れるほどお店やってないですね。開けとけばねいいのに。駅前は大体やってますよね。こっちもね、人通りがあるんでね、やっぱりお店も開けますよ。で、人通りが少なくなるこっちの横道にそれたあたりはまだ正月休みですね。ここの感じもいいですね。多分もうあれですよね、この辺は南西方面に行けばおそらく下北沢だと思います。どっち行くのかな。そうか、もう下北沢か。なんか地下鉄に駅があったような気がするんだけど、違ったっけね。まあここ渡ってきて、渡ってから考える。地下鉄ではね、小田急線か。このワイヤレスのマイクのボタンで、そうそう、今日初めて知ったんですよ。ワイヤレスのこの横のボタン何かなと思って散々いじってたんですけど、今日初めてたまたま手が当たって、そしたらピッて本体が鳴って、あ、これで録画とストップができるんだって今日初めて知りましたよね。まあそんなもんですよ、いつも使いながら覚える。マニュアル見ない、めんどくさい。遠くから見た感じが良かったんだけど、向こうの遠くに見えるでっかい建物も入って面白かったんだけど、ちょっと周りが邪魔かな。そうですね、周りがいらないですもんね。じゃダメだ。そうね、この間なんか説明したっけな、こっから見た時にそのマンションが入って、この真ん中のラインがいいんですけど、これをね、この画角で撮ると周りが邪魔だからって言って、ズームレンズでズームするとまた違った印象になっちゃうんですよね。こっから見るからいいんですよ。だからこれでじゃあズームで撮るとまた自分の感覚と合わなくなっちゃうんですよね。ズームレンズじゃなくても、まあ、50ミリとかね、そういうので撮ってもまたおかしくなる、ずれちゃうんですよね。こっから見るからいいんですよ。その辺の難しさはあるんですよね。印象が変わっちゃうんですよね、そういう風にすると。そういう時はもう撮ってもしょうがないんで、撮らないですね、それは。地図がまっすぐ行けば新大田、京王井の頭線から。井の頭線ってことは渋谷へ行ってるやつ。のテラスか。ここへ大原さんがここ。いい感じですけどね。なんかいまいち入ってこないですね。今日はじゃあ東北沢から帰ろうかな。日が暮れるのが早いからね、今日が当たって明るいですけれども、もう1時間もすれば暗くなってくるんでね、あんまり粘れないんで。夏場はね6時とか6時半ぐらいまでで粘りますけどね、今もうさっさと帰りますよ。撮る時間が短くなってねあれですけど、まあもうそれはしょうがないんで。なんか通りがあるのかな。